かなりついてますね。水飴みたいな感じですね。皆さん、食器を洗うときにどんな洗剤を使っていますでしょうか？ほとんどの方が合成洗剤を使っていますという方がほとんどだと思いますけれども、中には手が荒れやすい方とかナチュラルクリーニング派ですという方は石鹸を使って食器を洗ってますなんて方もいるのかなというふうに思うんですけれども、石鹸の中でも食器洗いに一番使いやすいのは液体石鹸ですよね。ただ液体石鹸を合成洗剤から切り替えて使い続けるのって結構慣れるまで大変なんですよね。なので挫折してしまう方もいると思うんですよね。その理由は2つありまして、1つはアルカリ側の洗剤っていうのは界面活性剤のぬるつきに加えてアルカリのぬるぬるした感じも加わるので、例えば食器洗いしてる時にお皿を滑らせて落として割ってしまったなんていうことも慣れないとあったりするんですよね。もう1つは合成洗剤と比べると水石鹸は液の粘度が低くてシャバシャバしているんですよね。それによってスポンジに液を乗せるときに慣れていないといっぱい出てしまったり結構ロスが出てしまうんですよ。そこで今回はシャバシャバした水石鹸にとろみを加えて使いやすくするという方法をご紹介してみようかと思っております。まず用意するもの、主役の液体石鹸、今回は無添加水石鹸の綿行き水石鹸を使います。小鍋、キッチンスケールです。そしてとろみをつけるために外せないものがこちらの塩です。今回 200g 作りたいと思います。 200g のうち塩を 10g 入れます。なので塩 10g、 そして液体石鹸が 190g ということになりますね。濃度でいくと 5% ということになりますよね。190ですね。では200になるまで入れていきます。それでは火を入れていきますね。火加減を調整しながらですね、これ潰して混ぜていきます。溶け切るまで一旦カメラを止めます。ほとんど溶けたようですので、ここで火を止めますね。そして冷めるまで放置しますので、またカメラを止めます。冷めたようですので、どのぐらいとろみがついたか見ていきますね。かなりついてますね。水飴みたいな感じですね。もう 200g 水石鹸を追加して、そうすると塩の濃度が 2.5% になりますよね。そうするとどんな感じになるのかも見たいと思うんで、ちょっと入れてみますね。一旦コップに200入れてですね、それから入れていきますね。はい、200入れました。そして混ぜていきます。ほぼほぼ混ざったようですけれども、だいぶとろみはなくなりました。キュキュットの空ボトルに移し替えてみますね。結構サラサラしてますか。とろみは確かにありますけれどもね。ちなみに塩を入れていない最初の状態の綿液水石鹸の状態もお見せしますね。こういう感じ。だいぶやっぱり水っぽいですよね。こういう感じ。あまり変わりないかもしれませんね。どうせやるんだったら 5% ぐらいの方がいいのかもしれませんね。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。